妹がモグラみたいになってしまった。そしてすごく顔をしかめている。入る、ここにカゴ。小さく、禰豆子、小さくなれ。おお、えらいえらい、いい子だ禰豆子、すごいぞ。明かりが漏れているから誰かいるみたいだけど、行ってみよう。禰豆子、まさか頭から腕が入るなんて。うろこ滝さんにも認めてもらえたし、兄ちゃんこれから頑張るからな。おでんにします。次回第3話、サビトとマコモ。自分でもびっくりだ、サビトとマコモのおかげだよ。え、サビトの方がかっこいい。ね、禰豆子、人間に戻ったら見に行こうな。カスガイガラスは主に連絡用のカラスでございます。己の身を守る刀の鋼は。ああ、禰豆子。陽光山は一日中日が差している山だからな。もう、わかったわかったよ。都会って都会って。めまいがする。山かけうどんください。あ、あいよ。こいつを倒せば禰豆子を人間に。浅草の人たちはおしゃれな格好をしていたな。スーツか、ちょっと大人になった気がするな。すみません、もう一杯お願いします。食うのか。はい。まずうどんを食べるならその竹を外せ。なんだその竹は。箸を持て、箸を。ごめんな禰豆子、置き去りにして。鬼じゃないかその女は。しかも仕込めだ。禰豆子、よく見てみろこの顔立ちを。街でも評判の美人だったぞ禰豆子は。いや、行くけれども、仕込めは違うだろ絶対。この口かせのせいかもしれない。これを外した禰豆子を一度見てもらいたい。行き止まりの向こうに屋敷が。早く来い。あ、禰豆子、行儀悪いぞ。え、あなたがですか。でも、え、200年。鬼を人に戻す方法は、治療薬を作るためにはたくさんの鬼の血を調べる必要があります。あなたにお願いしたいことは2つ。禰豆子さんは今極めて稀で特殊な状態です。人の血肉や獣の肉を口にできなければ、まず間違いなく凶暴化します。それでもあなたはこの願いを聞いてくださいますか。それ以外に道がなければ俺はやります。その日記を見つけてしまった。少し読んでみようか。これは見なかったことにしよう。禰豆子大丈夫か。1の型、2の型、3の型、二人で戦うぞ。わかりました。禰豆子、絶対に無茶をするなよ。なんだ、何してんだ。来るぞ禰豆子。多分二人のことを家族の誰かと思っているんです。やめろ。
族だから守ろうとした。行くよ、禰豆子。あ、そんなに急ぐなって。なんなんと、なんなんとって戦ったばかりなのに俺はいつ休めるんだ。うん、何似てる。そういうつもりじゃなかったんだけど。うんうん、じゃあ最後に、鬼狩りとしての最初の仕事である。って俺たち最初の任務からずっと戦ってるじゃないか。うん、俺は長男だから我慢できる。禰豆子も応援してくれるんだな。ありがとう禰豆子。ああ、大将こそこそ噂話をする時間がなくなっちゃった。部屋が回転して攻撃もできるなんてすごい決起術だった、うん、俺は本当に勝てるのだろうか。うんうんうん、折れてる場合じゃないよな。骨折れてるの忘れてた。うん、え禰豆子、お前が毎日は母の夫婦で女の子とイチャつくために頑張ったわけじゃない。パンを食えるのも禁止だ。禰豆子ちゃん、禰豆子ちゃん、仲良くしよう炭治郎。スイーツ頼むからくっついてこないでくれ。そんなこと言うなよ炭治郎。ねってば。待って、禰豆子ちゃん。それは服装チェック。女の子をいくら眺めていても怒られないんだ禰豆子ちゃん。ありがとう父さん。うん、おかげで鬼の首に刃を通すことができた。禰豆子もありがとう。うん、ありがとう禰豆子。しんみりしてる場合じゃないよな。うんうん、小さく子供になった。あなた、禰豆子？こうしてこう、そしてこう、それからこうして、禰豆子もいいと思うか。お風呂は一緒に入ったから次はご飯だと思うんだ。玄也ともっと仲良くしたいな。あ、禰豆子、今日は月が綺麗だな。に、今なんて言ったの？今え、ちょうどいいよって。禰豆子起きたか。痛い。その子、何かすごく変な生き物だな。え、変ですか？うん、すごく変だよ。なんだろう、うまく言えない。僕は前にもその子と会ってる？前もそうだったのかな。なんだろう。うん。